カムレの館、人権について読んでみる。何回目か。あれ、46回目だ。46回目です。で、なんかこの頃いろんなことがいろいろあって、お部屋をぐっちゃんこだし、また誰か手伝いに来て、金子さん。なんだっけ。あ、それで、毎回ご紹介してるんですが、読んでいるのはこの憲法制度、憲法、あ、制度憲法判例事件もちろんですが、今の第一章プライバシーの権利は憲法13条、それからその肖像権とか銃器ネットとか、あと前回はなんか、バラした人の話とかが出てきて、で、法の下の平等っていうところに今、入っていて、で、これは大体憲法14条。で、今6番目で、東京都管理職事件っていうのがありまして、これはなんかもう、まだ平成10年。平成6年と7年の試験で、デザイン韓国人のお姉さんが、昇進試験を、の受験を、拒まれた。で、それは法の下の平等に反してんじゃないか、つって、200万円取ろうとしたんだけど、全然ダメでした。で、それについて、やっぱり、いろいろ反対意見があって、で、だからざくっと言うと、要するに日本国憲法は日本国民のためのものなんで、韓国人の方には関係ありませんで、それで、地方自治体がどうするかは地方自治体の裁量に任せたんでいろいろ条例作って判断してるのを尊重しましょうって言うんですけど、この人は最初の試験の時の平成6年の時は、そういう条例がなかった、条例ってか、まあ、規定ですね、規則がなかったのに拒まれた。で、平成7年の受験の時にはもう一律そういう幹部職員に昇進するのは日本国籍がないとダメだっていう項目を作ったそうで、それおかしいじゃないの、なんで全部そんなことする必要はないだろうっていう話なんかとかが反対意見で出てきておりまして、それは前回読んだところの理由の説明ですね。前回読んだのは、裁判官滝井重雄さんの反対意見っていうのを読みました。で、その滝井裁判官は何つってるかっていうと、何つってたか、まず憲法93条というのがありまして、ちょっと待ってさよ、これだ、音楽が止まってしまった。憲法93条はあれどこ行ったかな、あった、憲法93条には地方公共団体には法律の定めによるところにより議会議事機関として議会を設置する、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の議員だよね、下に書いてある。議員はその地方公共団体の住民が直接これを選挙する、議員、地方公共団体の長及び議員を含め地方公務員全般を指すだそうです。議員、2006年の地方自治法改正で、改正前は長の補助機関であるものを指したが、改正後に職員に統一された、言い方の違いですね。で、このでも職員というのは完璧に補助機関であるっていうのが、その次の、
千代寺町にいっぱい帰ってありまして、これ、こっちだな。で、まあ、あの161条以下、あの第3巻、補助期間という項目なんですけども、そこにあの都道府県知事にはあの副知事を、市町村長には副市長を置くっていうことになってて、置かなくても良いっていうのは正し書き的に書いてあって、で、あの会計責任者だの、なんだろう、いろいろ、全部あの町以外は補助期間、で幹部職員も含めて、補助期間っていうことになってるのに、だから決定するのは町です、首長でしかないので、社会の仕組みにその、なんですか、裁量権を持つ立場ではないんじゃないかというのが、まあ、あのその涌井さんの、あ、滝井さんの話ですね。でそれであのむしろ、地方自治法18条いろいろ書いてあるんですが、要するにまあなんかあのこれ選挙権の話ですけどとか、こういうのはあの日本国民って書いてあるんですけどとか、とかとかとかってちょっと言っちゃって、これなんか選挙に関する話なんですが、要するにあの住民自治っていうのが基本なんで、そこに住んでる外国人でたら、あの外国人だろうが、なんか絶対関与しちゃいけないとは言えないじゃないの、という話をその滝井さんが、展開しました。でその前に、まあ、あの補足意見なんかもいろいろ出てきておりまして、でこのあの職員だった方のお兄さんはなんとあの日本で大活躍されているらしい、私はあの存じ上げなかったんですが、なんか政治評論家のような人らしくて、でその妹さんが原告だったんですけど、原告の妹さんにはあの何て言うんですか、あのこの裁判で負けた後、日本人にさっさと帰化しろよっていうアドバイスをしたそうなんですが、ところが入管法なんかでもなんかぐっちゃんこ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 書いてあって、なかなかで憲法22条にはなんとあの職業の自由ならのみならず国籍の自由って書いてあるのに、全然国籍の自由じゃないよね。そんで、まあ、でもその国策国してその外国人に対してどうするかっていうのは、こんな裁判所に持ち込むなみたいな話も、その前の意見で出てきました。で意見がたくさん出ています。でこの滝井さんの反対意見の半分まで読みました。滝井さんの反対意見の後半の続きを読みます。多数意見は公権力行使と地方公務員の職の職公権力行使と地方公務員の職を公務員の中で上級公務員として位置づけた上で、これに承認するのに必要な職務試験を積むために得るべきものとして会の管理職を設けるなどして、その一体的な管理職任用制度を構築し、人事の適正な、ちょっと目がよく見えない、昨日病院行ったらお母ちゃんはあの 老人性のなんかあの目の奥の黄斑とかいうのがダメって聞かれちゃうやつになってて、足も目が見えなかったらどうしよう。明るくすればね見える。どこまで読んだかな、これ録画しとくと、あの目が見えなくなった時にこれをかければ聞こえる。すごいこと思いついた。なんだっけ、もう一回最初から読みます。多数意見は公権力行使と地方公務員の職を公務員の中で上級公務員として位置づけた上で、
これに承認するのに必要な職務経験を積むために得るべきものとして各階の管理職を設けるなどして、その一体的な管理職任用制度を構築し、人事の適正な運用を図るとともに、地方公共団体はその判断ですることができ、そのために全ての管理職に承認することのできるものを日本国籍を有する職員に限定しても、そのことによって国籍を理由とする不当な差別をしたことにはならず、労働基準法3条に違反したことにはならないというのであるが、それが多数意見なんだよね、と。確かに、まだ引いてますね。ここから、あと反論するんですよ。確かに、管理職に就いた者に特定の職種の職務だけを担当させるという任用管理をしないことは、それなりの合理性を持つものと考える。しかしながら、ここで問題とされるべきは、職員に昇進すれば、公権力行使等地方公務員に就くことがあり得ることを理由に、すべての管理職の資格として日本国籍を要件とすることの逃避である。住民の権利義務を形成するなどの公権力の行使にあたる行為を行い、もしくは地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、またはこれに参画する地方公務員という限定は、それだけでは必ずしもその範囲を明確にしうるものではなく、際限なく広がる可能性を持つものであるが、私はその中で国民主権の権利に基づいて日本国籍を有する者のみか就任することが想定されているものとして説明しうる職は、仮にそれを肯定するとしても、高度な椅子が下がるな、椅子がね、変わったままだった、下がった、なんだ、高度な判断や公安な裁量を伴うもの、あるいは直接住民に対して命令し強制するものなどに限られるのであり、学校さんの末尾を参照、どこだったっけな、学校さんの末尾っていうのはどこだろう、あ、これか、あ、そこは違反し、労働基準法に違反してないっていうことですね。その数がどれほど多数になると、その数がそれほど多数になることはないと考える。今日地方公共団体の扱う職務は、私企業のそれのと私企業のそれと差異の見られない給付行政的なものに拡大し、本来的には非権力的行政と言われるものが多く見られるようになってきており、職員全般における権力性は減少しているため、公務員職の概念についても変容が見られるのであって、今日の国民の規範意識に照らせば、国民主権の見地からその能力を度外視して外国人であるというだけの理由で排除しなければならないと考える職は限られたものであると考える。したがって、相当数ある管理職の中には、日本国籍を有する者に限って就任を認めうる者があるとしても、そのために管理職の選考にあたって全て日本国籍を有する者に限定しなければ、その一体的な任用管理ができないとは到底考えられないのである。到底考えられない。上告人の職員の中で多数意見の言う公権力行使と地方公務員の数がどれだけのものになるのか、必ずしも明らかではない。しかしながら、現判決の認定するところによれば、上告人の平成9年4月1日現在の一般管理職、警視庁及び消防署を除くの総数は2500に及ぶというのであって、その中には相当数の公権力行使と地方公務員以外のものが含まれていると思われるのである。しかるに、上告人は課長級の職は、事案の決定権限を有するか、その決定過程に関与するものであり、公の意思形成に参画するものであるとし、そのことを理由に管理職選考において日本国籍を要求することは合理性があると主張するのみで、管理職全体の中で上級の管理職と位置づけられ、
日本国籍を要件とすることが法体系上想定されていると考えうる管理職がどの程度いるか、いるのかについて明らかにしていないのである。おう、しかしながらそのような管理職の数が相当数に及ぶこと、そして終始特定の職員だけを担当させるという任用管理をしていないため、会の管理職にも日本国籍を有することを要件としなければ一体的な任用制度の運用ができないことを明らかにすればともかくともしてないともかく、なんだ、そうでなければあらゆる管理職について日本国籍を有することのを専攻の受験資格とすることの合理性を明らかにしたものということはできない、できない。結局上告人は管理職選考にあたって一律に日本国籍を要件とすることが不合理な差別ではなく違法ではないと言えるだけの合理性を明らかにしておらず、お上告人の取った措置は外国人である職員に対し違法な差別をするものと言わざるを得ないのであるって言ってるのに、全員一致とか判決書いてあるのはどういうことだろうね。全員一致って書いてあったと思うよ。もう一回も、なんかね、この人滝井裁判官、泉裁判官の反対意見があるほか、裁判官全員一致、他の全員は一致ってことですかね。全員って言ったらそこにいた裁判官全員じゃないの。なんかこう書き方が一致好きなんだよね。まあいいや。ほんで読みます。この人は大反対してますね。違法な差別をするものと言わざるを得ないのである。また管理職に就くことの適否は職員本人の資質、能力等によって消されるべきところ、上告人においては管理職選考に合格し任用候補名簿に登録された後最終的な選考を経て管理職に任用されるのは数年後のことであるというのであって、その間に合格した職員が管理職としての資質等を備えているかどうかについては十分観察し吟味する機会があるのである。したがって本件で問題となった管理職選考は管理職に承認する候補の選考の段階というべきものであって、管理職としての適性の有無を判定するという見地から見ても日本国籍を有しないことを理由に一律に排除するまでの必要性は認められないのである。受験一応やっといても別に落としゃいいじゃんで、だからわしが50あれは50何歳だ、4年前だから52歳で法科大学院を受験しました。で受験をしちゃいけないっていうルールは大体ないんですけど、でしかも試験は受かったのに面接で落とされました。クソ、そういうずるいことを一方でやっているんだから、別にこの人もわざわざなんか東京都としてはその受験をさせないっていうところで踏ん張る必要はあったのかどうなのかちょっとよくわかんない。この時の都知事は鈴木俊一さんという方で、元内務官僚ですね。超都知事だね、このおっさん。ああ、続きを読みます。今日人間の経済文化活動はその活動領域を国境を越えて広げてきており、一般的に言って国民と外国人との関連的な差異を意識することは減少しつつあると言ってよい。特に地方公共団体で、特に地方公共団体では外国籍を有する者が外国籍を有する者そのものもその社会の一員として責務を果たしている以上、国民と同等の扱いを求めうるということ、地方自治法十条三章に対する理解は広がりつつあって、そうなんだ、ちょっとこれあとで地方自治法十条調べましょう。公務員としての適性は国籍の遺憾ではなく、住民全体の奉仕者として公共の利益のために職務を遂行しているかどうかなどのことこそが重要性を持つということが改めて認識されるようになってきているのである。そして管理職選考に合格した職員が
そのような観点から見て管理職としての適性を備えているかどうかの判定は、管理職選考に合格された後の勤務の実績等を見た上ですることもできることであって、国籍もその一つの判断材料になることがあり得るにしろ、外国籍であることをこのような管理職管理職選考の段階で絶対的障害としなければならない理由はないのである。復元するに記録によれば、被上告人は日本人を母とし、あ、そうなんだ、日本で生まれ我が国の教育を受けて育ってきたものであるが、父が朝鮮籍であったことから、日本国との平和条約の発効に伴い本人の意思とは関係なく日本国籍を失ったものである。そうなんだ、かわいそうじゃん。我が国の場合、被上告人のようにこの平和条約によって日本国籍を失うことになったものの、長らく我が国の社会の構成員であり、これからもそのような生活を続けようとしている特別永住者たる外国人の数が在留外国人の多数を占めているところ、本件のような国籍条項はそのような立場にある特別永住者に対して、その資質等によってではなく国籍のみによって承認の道を閉ざすことになって、格別に過酷な意味をもたらしていることにも留意しなければならない。そんなことがあったんだ。これは重要ですね。格別に留意しなければならない、このような見地から見ても我が国においては多様な外国人を一律にその国籍のみを理由として管理職から排除することの合理性が問われなければならないものと考えるのである。すごいですね、その通りだわ。いいじゃん、この滝さんっていう人、いい人でしたね。いい人なんは出世できないんだよね、大体。以上の通りであるから、日本国籍を有しないというだけで管理職選考の受験の機会を与えず、一切の管理職への昇進の道を閉ざすというのは、人事の適正な運用を図るというその目的の正当性は是認しうるところ、人事の適正な運用を図るというその目的はの正当性は是認しうるところ、それを達成する手段としては実質的関連性を欠き、合理的な理由に基づくものではないと考えるのである。お、大反対してるのになんで全員一致って書くのかはまだ分かんない。まあいいよ。したがって、上告人が日本国籍を有しないことのみを理由にして、非上告人に管理職選考の受験の機会を与えなかったのは、国籍による労働者の違法な差別と言わざるを得ない。めっちゃこうきっぱり反対しているのに。またこのような差別が憲法14条に由来する労働基準法3条に違反するものであることからすれば、国家賠償法1条1項の過失の存在も肯定することができるので、被上告人の請求を任用した現判決は結論において正当であり、本件上告は棄却するすべきものと考える。思いっきり反対して終わりました。これで滝裁判官の反対意見は終わりました。次はまた今度泉裁判官という方の反対意見を続けたいと思います。今日も万が一こんな変な話を最後まで聞いてくださった方がいらっしゃいましたら、どうもありがとうございました。それではまた。